ここでだから右なのか。右、はい。で、別府駅初めて来ました、ね。これも初めてですね。何ですか？いや、車で別府に来ることはありますけど、あの電車で来ないですから。あ、そうですね。で、初めて来たよ。この先を左。あ、丸宮があるよ。はい。駐車場があるかどうかだな。商店街なんでですね。あそこ左か。あ、これ駐輪場あるじゃないですか。こっから500メートルぐらいなんですよね。これ入れていいのかな。まだまっすぐですか。いや、これ左っす。左？うん。あ、駐輪場があります。あ、ある、あるっちゃあります。から入る。どっから入るんでしょうね。どっから入るか。まあ、とりあえず左行って、まあ、左です。駐輪場、あ、ここ入れんのかな。あ、ここ入れるわ。入れます。多分バイクダメとかって書いてないですよね。じゃあバイク止めてますよ。あ、じゃあもう止めちゃいましょう、はい。弥生商店街ですね、別府駅前の、弥生天狗。これのですね、裏側が見えねえ。ここらしいんです。え、女性の、あ、これ女性のがある。あよ、これですね。暗くてちょっと見えるかな。駅のゲートに直で。ここだ。でしょでしょでしょ。まあでもそしたらあのテントとテントの間に入れましょう。そうですね、はい。ああ、ちょうどまだ大丈夫じゃないですか。行けますね。行けます。じゃあ。うん、おお、あ、後ろに止められないだけだから、前に止めちゃいますか。前に止めますか。あ、いて。もう自分のテントのすぐ横で。もう止めちゃいます。はい。大丈夫でしょ。大丈夫でしょ。出るときちょっと困るかな。まあいっか、その時考えますか。うん、ですね。おっとっとっと。よし。はい。だからです。どうしたんですか。サイドスタンド出てなかった。何ですか。首に来た、首に。よしよしよし。ちくしょう。映っちゃった。よしよし。あ、すみません。スタンドがもう全然出てなかった。よしよし。やべえ、映ってる。でしょ、でしょ。あとね、前後さんとジョエさんがお泊まりです。さんと、あ、リュウって言います。リュウさんですね、がちょっとゲストで来てます。お湯を沸かすんでしょ。あ、お湯こっちで沸かす。大丈夫。味はちょっとわかりません。生姜の入れ具合がよく、そうなりますよね。だってこっちでも全然見えませんもん。辛いやつ。あ、すみません、ありがとうございます。ソーセージを配ろうにも焼き加減が全く見えない。ちょっと辛いやついただきます。いただきます。そのままかけたら美味しいですよ。ソーセージ焦げちゃった。なんか鶏料理の皆さんにちょっと配る、ね、皆さんに配るのがあの申し訳ないぐらい焦げた。あ、ベーコンも、あ、これは大丈夫だな。ベーコンも行こうも。すいません、あの配るのがあの本当に気が引けるぐらいの。
あ、ベッコステックか。これでかすぎる。夕日の時間はだって下にいたでしょ。そうです。があったらトランですか。醤油ちょっとかけて食べてもらっても生姜なんですけど、生姜ダメやったら。どうしてもお金持つと BM に行く人多いですからね。まあツアラーとしてもだいぶやっぱり優れてますからね、 BM は。もともと1200はいろんなタイプを見るもんね。年配の人はね、いますもんね、かなり。R1200GS は僕がバイク乗ろうと思ったきっかけの一つですからね。あ、でもあっち TSC さんが買われとったっすね。でかいっすもんね。でかいっすね。でかいっすもん、あれ。でかいっすね、あれは。ちょっとあの足の短い TSC ちゃんはちょっと厳しい。でも意外と足つきいいっすよ、あれ。なんかローダウン仕様の、日本仕様はやっぱ最初からローダウンしてあるらしいですね。メーカーがしとんやつもんね。はい、そうですね。はい、おはようございます。朝5時の志田加子です。晴れました。僕も初めてですね、風で倒れたのは。ちょっと待ってください、これ。これ見てください、これ。うわこれダメなやつですよね。風で倒れました。いやー。あららー。でな。これは僕悪くないですよ、ね。悪くない。あらら。すげえな。でもこれ結構でかい。重いんですよ。200何十キロあるんですけどね。立てますか。かなり倒れてますね。斜めで傾いちゃった斜面で。また帰るか。一時停止して、よっと、でこっから本堂に乗るという。そうですね。うん、来た来た、思い出した、この道だ。なんか実際当時もブーブー言いながら走ってた記憶がある。あの左斜め前ですね。左斜め前。いや、今軽が、そうそうそう。軽トラが通った道です。はい。あ、やばい、耳の穴が痒い。しかし掛けない。しかし掛けない。遠望なかったしね。もうまだあのジェッペルだといけるんですけどね。あと何分？37分我慢すればいいですね。もうフルフェイスはですね、こう中に虫が入った時とか大変なんですよね。開けて出さないでんでしょ。はい、ね、最悪最悪脱がないからね。はい、届かんな。あの小さいとこは結構あるんですけど、ただまあそれなりにやっぱ道の駅っぽさはちゃんと出してるんですよ。はいはいはい、あそこはちょっと違ったっすね。まあもっと、はい、そうそうそう。まあでも一番すごかったのは鹿児島にあのコンビニが道の駅っていうのが、はいはい、
はいはい、あれこれまっすぐかな、まだまっすぐだ、はい、大丈夫です、まだです。